皆さんこんにちは、しろくまななみんです。本日の動画はこちら、セリアで買った無地のレターセットを黒と白2色で可愛くアレンジしていきたいと思います。使用する画材はこちら、腕タッチサインペン、とてもお気に入りのペン。こちらは三菱鉛筆ユニボールシグノ 0.38mm のボールペン。こちらもユニボールシグノホワイトのペンです。さてこちらの3本でどんどん描いていきます。ちなみにこちらのレターセット、セリアでこの間購入しました。無印良品にも似たようなね、無地の封筒や便箋売られています。よかったら皆さんも探してみてください。レターセットでなくても商品でね、クラフト紙っていう紙だけのものも売られていたので、そちらもチェックしてみてください。それでは本日は3種類のレターセットアイディアを紹介したいと思います。全部で可愛い系、綺麗系、おしゃれ系、いろんなパターンでお送りしますので、ぜひ最後までご覧ください。はじめは可愛い系でお送りしています。動物がいいかなと思いまして、白色を見ていたらなんか白いモコモコのものが描きたくなり、アルパカデザインのイラストを描いています。右上が空いていたので、ちょっとかっこよく筆記体でハローなんて書いてみました。やっぱりね、この茶色いクラフト紙っていうののいいところは、白色が映えるっていうことだと思います。こちらの白色のペンの他にも、極細のポスカの白色を使うとかね、白いペンぜひ皆さん1本持っとくと良いと思います。アルパカをイメージした毛のモコモコ感を周りに描いて、黒いドットも描いてみました。いい感じの背景ですね。一番初めに体の部分を大きい範囲取ったので、体の中に宛名を描いています。封筒が完成したので、今度は便箋を描いてみたいと思います。便箋アレンジをする時のポイントは、あんまりアレンジしすぎないというところです。やっぱり文字がメインなので、あくまでもイラストはワンポイントでやりましょう。上の部分にはアルパカっぽい、なんかちょっと羊にも見えるんですが、アルパカのお顔。右下左下にはくるくるもこもこっとした線を描いてみました。アルパカデザインのレターセット完成です。さあどんどん次に参りましょう。今回は読書の秋ということで、本を読んでいる女の子を描いてみたいと思います。まあイメージ的にはなんか本を友達から借りて、その本の中にこのレターセットを入れて、本ありがとうみたいな感想を書くみたいなシチュエーションをイメージしています。今回の主役はこの黒いサインペンなんですが、白ももちろん映えましたが、黒でもやっぱり発色が良いですね。ちょっとここの髪の毛塗らなくてもよかったかななんて思ってます。ちょっとおでこがひし形みたいになってしまいました。黒いペンと細いペン、同じ黒でも細さが違うとだいぶなんか印象が変わりますね。背景には白色のペンでチェック柄にしてみました。チェック柄ってちょっと秋みたいなイメージがあるので、読書の秋の背景にはぴったりです。髪飾りやほっぺ、本をドットで彩ります。お洋服や机の上などもね、こうやって縦線で塗っていくのもおしゃれに見えると思います。宛名を書いていきます。このディアーの英語、ちょっとなんか気を抜いて書いたら不思議な形になってしまいました。すいません。でも大丈夫、これがねあんまり目立たなくなるように、ホワイトの線でこうやって影を描けばマシに見えませんか。それでは封筒完成です。次は便箋に行きたいと思います。便箋には封筒に関連のあるものを書いていきます。ここでは読書がテーマだったので、本としおりとコーヒーカップと本の表紙、この4つを書いてから間をドットで埋めます。下側ただ同じように書くんじゃつまらないかなと思ったので、左右反転してものを書いていきます。さっき左にあったものが右みたいな感じですね。間のドットも今度は塗りつぶさずに書いてみました。カフェで読書タイム、レターセット完成です。さあお次はちょっと力を入れて書いていきたいと思います。お花がたくさん、綺麗な上品なレターセットです。ホワイトのペンをメインに使っていきます。まずは右下と左上にとっても大きく
お花を描いていきます。お花とかを描く際は実際のお花の写真とかをネットで検索しておいて、その写真を見ながら描くことをおすすめします。さて、お花が描けたらそこに葉っぱをね描いたりとか、小さなお花を描いたりとか、もうひたすら細々と描いていきたいと思います。ここでポイントなのが、一番初めに茎を描いてから葉っぱを生やしていくということです。やっぱり初めに基準となる線があって、そこからどんどん描き足していくっていう風にやっていくと描きやすいと思うので、ぜひ植物描くのが苦手、上手くなりたいと思っている方は参考にしていただけたら嬉しいです。この封筒を描くにあたり気をつけたことは、右下と左上のドーンと書いた大きいお花以外は小さなお花というところです。やっぱりポイントとなるところは2個ぐらいでいいのかな、1個でもいいのかなとも思うので、 1,2 箇所目立つところを描いたら、あとは細々やるという風にするとバランスよくいろいろ描けると思います。次は宛名を描いていきます。宛名は細いボールペンで描いてみました。太いペンの方がはっきりは見えるんですが、細いペンで描くとちょっとおしゃれな感じがします。それでは便箋に移りたいと思います。便箋は封筒がこんだけ派手だったのでシンプルにしていきます。こうやって右上と左上にお花と葉っぱを描いてフレームにして、これで完成です。お花のレターセットです。100均のセリアで買ったこちらの無地のレターセットが、こちらの3本のペンで最後までご覧いただき本当にありがとうございました。3本のペンでこんな感じでアレンジしてみました。いかがでしょうか。なんかね、100均以上のクオリティのものができたんじゃないかなと思っています。こちらの動画がよろしければ高評価ボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。コメントも全部読んでます。ぜひお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、しろくまななみんでした。さようなら。ちなみに白いペン、しっかり乾かしてから書くようにしてください。こうなっちゃいます。